リサ・フェルナンデスはアメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨーク出身の女子ソフトボール選手、キューバ系プエルトリコ人である。ポジションは投手でオリンピックにおいて1試合25奪三振のオリンピック記録を持っていることで知られているが、三塁を守ることもあり、彼女自身も打撃が好きであると語っている。野球選手であった彼女の父はキューバからニューヨークへと移住して、そこで フエルトリコから移住してきたリサの母と出会った。リサの母は、宝器のようなボートゴムボールを使って行う、路上スポーツ、スティックボールをリサの兄たちとやっており、彼女も野球へと興味を持った。彼女は8歳の時に野球を、始め12歳の時には、地元のリーグのチームに所属し、ピッチャーをしていたもののそのチームのコーチから男の子たちには、 体の大きさもあってかなわないと言われた。1986年に彼女と家族はカリフォルニア州のレイクウッドへと引っ越し、セントジョセフ高校へと通うことになる。そこの高校で彼女はソフトボールへと所属し、部を CIF チャンピオンシップへと導くことになる。高校卒業後は UCLA に入学し、心理学を学ぶとともにソフトボールをした。 1994年には女子大学ワールドシリーズチャンピオンシップへ出場し、彼女にソフトボール女子アメリカ代表に入ることになる。その後はアメリカを代表する AS として活躍し1996年アトランタオリンピック、2000年シドニーオリンピック、2004年アテネオリンピックで金メダルを獲得した。シドニーオリンピックのオーストラリア戦では、 オリンピック記録となる25奪三振や、アテネオリンピックでは5番打者として、首位打者のタイトルを獲得した。2008年北京オリンピックでは2005年に、出産して一時代表から遠ざかっていたことや、キャットースターマン、モニカ・アボット、ジェニー・フィンチなどの若手の活躍もあり、代表に選ばれることはなかった。2001年4月24日に、 レイクウッドの市議会は彼女を優れたスポーツ選手であることを称えて、彼女をレイクウッドスポーツ伝道入りに選び、同市内のメイフェア公園の野球場に彼女の名前をつけた。現在はカリフォルニア州のロングビーチに住み、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の女子、ソフトボールチームの副コーチを務めている。ありがとうございます。